勝利おめでとうございます。ありがとうございます。今日の試合の振り返りの方をお願いいたします。はい、まあ、うまく先制できて、追加点のところで少し手間取った感じはあったんですけど、あの選手たちが、追加点2点目3点目取ってくれて、あの、まあ、自分たちが狙いとしたようなゲームができたんじゃないかと思います。次の試合の意気込みの方をお願いいたします。そうですね、まあ、広島に決まったんですけれども、まあ、自分たちの力を、100% 出せるように、そして、勝ち上がっていけるように選手が全力でやってくれると思います。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。